ウォルト・ホイットマン。ウォルター・ホイットマンは、アメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト、オンヒューマニスト。超越主義から、写実主義への過渡期を代表する人物の一人で、作品には、両方の様相が取り込まれている。アメリカ文学において、最も影響力の大きい作家の一人でもあり、しばしば、自由史の父と呼ばれる。発表当時の作品に対する評価は大きく割れ、 特にその代表作の詩集、草の葉は、性的表現があからさまなところから、歪説と評された。ニューヨーク州ロングアイランドに生まれ、ジャーナリスト、教師、公務員として働き、南北戦争に志願看護師として従事する傍ら、市を出版する。活動を初期には、禁酒運動小説フランクリン・エヴァンズも発表している。はじめ1855年に、 自費出版されたホイットマンの代表作、草の葉はアメリカの女児詩を知性の人々に届けようという身であった。ホイットマンは1892年の島でこの作品の拡充、改定を重ねた。それぞれの版には時代の風潮や作者の思想の変化が反映されている。初版の関東詩、僕自身の歌が最も広く知られている。 晩年、卒中に倒れた後は、ニュージャージー州カムテンに移り、72歳で没す。その葬儀は盛大なものであった。ホイットマンは、その施策と同時に、セクシュアリティの点からも、よく話題にされる。通常は、同性愛者あるいは、両性愛者とされるが、ホイットマンが実際に男性と性的関係を持った、ことがあったか明らかでない。ホイットマンは、 生涯を通じて政治に関わり、ウィルモット条項を支持し、基本的には奴隷制度維持に反対していたが、奴隷廃止運動には賛同しなかった。日本では夏目漱石によって紹介された。ウォルター・ホイットマンは1819年5月31日、ニューヨーク州ロングアイランド、ハンティントン、ウェストヒルズにて、クエーカー・京都の両親、ウォルターとルイザの元に生まれた。 九人兄弟の二番目であったウォルターは、父と区別するために、すぐに、ウォルトという愛称をつけられた。父ウォルターは七人の息子のうち三人までに、アメリカ合衆国の指導者の名前を付けている。すなわち、アンドリュー・ジャクソン、ジョージ・ワシントン、トマス・ジェファソンである。その他に、長男のジェシー、六ヶ月で養成した男子、そしてスエオ・エドワードがいる。 ウォルトが4歳の時、一家はウェストヒルズからブルックリンクに移り、投資の失敗も一因となって住む家を転々とした。ホイットマンは幼少期を家庭の経済的困窮のために全般的に落ち着かなく不幸せな時代だったと解雇している。そんな中にあった幸せな瞬間の一つが、1825年7月4日の独立記念祭で、 ラファイエットに高く抱き上げられ、法に切吻を受けた時であったと述べている。11歳で正式な学校教育を終え、家庭の経済事情から仕事を始める。はじめは二人の弁護士の雑用係として、ついで、ロングアイランドの習慣紙、パトリオット、パトリオット、編集長は、サミュエル・クレメンツの印刷見習い校として働き、ここで印刷機や組版について学んだ。 ジニは梅草に、ほろっとくる小話を書いたこともあったかもしれない。その後、クレメンツが二人の友人と共に、エリアスヒックスの死体を掘り返し、頭部の石膏型を作ろうとして、騒動になるということが起きる。この騒動の余波か、直後にクレメンツは、パトリオットを去った。その次の夏、ホイットマンは、ブルックリンの別の印刷職人、エラストゥス・ウォルシントンの下で働く。春に、 一家はウェストヒルズに戻ったが、ウォルトはブルックリンに泊まり、ホイック統計の有力週刊誌、ロングアイランドスター編集長のアルデン・スプーナーの店で働き始めた。スターにいる間に、ホイットマンは地元図書館に足しげく通い、街の弁論会に入り、劇場にも足を運ぶようになる。そして、ニューヨークミラー市場に匿名で作品をいくつか発表する。 16歳を迎えた1835年5月、ホイットマンは、スターを、そして、ブルックリンを去り、ニューヨークにて、食事校になる。職場がどこであったか思い出せないと、後年ホイットマンは語っている。その後も仕事を探したが、印刷出版業集積地域での大火事及び1837年教皇に、至る不況が重なり、難航した。1836年5月、 ロングアイランドヘムステッドに住んでいた家族の元に戻る。1838年春まで、断続的に方々の学校で教鞭を取ったが、教職には満足していなかった。教職をしばらく試した後、ニューヨーク・ハンティントンに戻り、自身の新聞、ロングアイランダーを創刊する。ホイットマンは出版社、編集者、印刷工、販売、配達までをすべて自ら担った。 10ヶ月後、出版書を E.O. クローェルへ売り渡し、クローェルによる最初の号は1839年7月12日に出版された。ホイットマンが出版したロングアイランダーは一部も残っていない。1839年夏、ホイットマンはジャマイカ地区のロングアイランドデモクラットの食事校となるが、すぐにこの食を去り、 1840年冬から41年春にかけて再び教団に立ち、その後5月にはニューヨークへ移った。ニューヨークでは主にニューワールド紙にて、詩人でジャーナリストのパーク・ベンジャミン・シニアや批評家、ルーファス・ウィルモット・グリスウルドの下で下働きをした。その後1940年代はブルックリン・イーグル氏で2年間編集に携わるなど、 様々な新聞社を転々としつつ、三文や詩をフリーランスで発表し続けた。ホイットマン自身のことによれば、何年もの間、普通の報酬のために働いた後、彼はついに詩人になることを決意した。当初は当時の文学趣味に合わせた様々な大衆的文学のジャンルを試していた。詩集、草の葉の原型となる作品は、すでに1850年に着手しており、 生涯手を加え続けることとなる。ホイットマンが書こうとしたのは、真にアメリカ的な女子詩であり、聖書の隠立を利用した自由詩の形式を用いた。1855年6月末、ホイットマンは草の葉の書版を見せて、兄弟を驚かせた。弟ジョージは読むに値しないと考えた。ホイットマンは草の葉書版を慈悲で刊行し、 地元のとある印刷所にて商売の合間に印刷してもらい、795部を刷った。初版では、題名のない十二編の詩を収めたわずか95ページの小冊子であった。作者名は記されていなかったが、代わりに、サミュエル・ホルヤーによるホイットマンを描いた版画が、口絵に掲載されていた。草の葉は、ラルフ・アルド・エマーソンから高い評価を受け、エマーソンはホイットマンに5ページに及ぶ。 称賛の手紙を書き、また友人たちの間でも絶賛した。このエマーソンの評価のおかげもあって、草の葉初版は広い範囲で読まれ、相当の関心を獲得したが、同時に、その歪説性についての批判も一部から受けた。地質学者、ジョン・ピーター・レスリーはエマーソンに書いた手紙の中で、草の葉は、クズで、卑俗、歪説で、著者は、もったいぶったバカだと記している。 1855年7月11日、草の葉観光の数日後、ホイットマンの父は65歳でこの世を去った。草の葉は、初版観光後からの数ヶ月の間に、性的に不適切な側面への注目が強まった。このことから、すでに印刷、製本されていた第二版の売り出しを、出版社が拒否する寸前にまで至ったが、最終的には、 20編の詩を新たに追加した第2版が1856年8月に発売された。1860年、ついで1867年に改訂、再版を重ね、ホイットマンの生涯を通じて、さらに数度の改訂が行われた。アモス・ブロンソン・オルコットや、ヘンリー・デイビッド・ソローなど、幾人かの著名な作家は、わざわざ、ホイットマンを訪ねるほどこの作品を評価した。 ドイツの詩人、フェルディナント・フライリヒラートは、初版の頃からホイットマンに着目し、ドイツ語訳を進め千め1868年に発表している。草の葉の最初の数番の観光の時期、ホイットマンは、経済的に困難な状況に陥り、再び、ジャーナリストとして働かざるを得なくなった。百五十七年五月からは、ブルックリンのデイリータイムズに勤務し、編集者として、 主面を監修、書評、写説を執筆した。1859年には職場を去ったが、これが解雇によるものか、ホイットマン自身の選択であったかは不明である。ホイットマンは、日々の記録や日誌をこまめに記す方であったが、1850年代後半は、自身についてはほとんど書き残していない。南北戦争開戦の頃、ホイットマンは北軍を鼓舞する愛国的な死。 叩け、叩け、対抗を,を発表した。ホイットマンの弟ジョージは、ユニオン、北部諸州軍に入り、ウォルトに最前線の生々しい様子を詳しく記した、手紙を送ってきていた。1862年12月16日、ニューヨークトリビューン紙に掲載された戦死者、戦勝者名簿中に、G.W. ホイットモア中尉の名を見たホイットマンは、それが弟ジョージではないかと思い、 即座に南部へ向かった。途中で財布を盗まれ、馬車に乗ることができず、昼も夜も歩き続け、情報を得ようと、高い地位にある人に会おうとしたと、後にホイットマンは記している。やがて方に軽い傷を負っただけで無事であったジョージに会うことができたが、傷ついた兵士たちの姿や、積み上げられた兵士たちの切断された手足の光景に、強く衝撃を受けたホイットマンは、二度とニューヨークには、 戻らない覚悟で1862年12月28日、ワシントン DC へ向けて出発した。ワシントン DC では、友人のチャーリー・エルドリッチのつてで、陸軍死刑官の事務局で時間給の仕事を終え、空いた時間は陸軍病院で志願看護師として働いた。ここでの経験は、百六十三年、ニューヨークのとある新聞に発表した偉大なる病人軍び、 12年後に発表した書籍、戦争の思い出にまとめられている。当時、彼はエマーソンを頼って、政府での職を得ようとしている。エマーソンは、友人ジョン・トローブリッジを介して、財務省長官サーモン・チェイスへ推薦状を、送り財務省での職の圧戦を依頼したが、チェイスの返答は、草の葉のようないかがわしい本の著者は雇いたくないという、ものであった。 1864年の年末をホイットマン一家は散々な状態で迎えていた。11月30日には弟ジョージがバージニアでアメリカ連合国軍に捕らえられ、12月3日には別の弟アンドリュー・ジャクソンが結核とルコール依存症により死亡した。同じ月、ホイットマンは兄ジェシーをキングス軍精神異常者保護施設へ送った。 このような状況の中で、ホイットマンの心を晴らしたのは、友人のウィリアム・ダグラス・オコーナーの尽力で、内務省、インディアン問題事務局の下級職員という、それまでよりも収入の良い政府職をついに得ることができたことであった。詩人であり、ダゲレオタイピスト、また、サタデイイブニング・ポスト編集者であったオコーナーが、ホイットマンのために、 内務副長官のウィリアム・トトットーに手紙を書いてくれのであった。ホイットマンは1865年1月24日に勤務を開始し、1200ドルの年俸を得ることとなった。1ヶ月後の2月24日、ジョージが捕虜から解放され、健康状態の悪化のため一時休暇を与えられた。5月1日にはわずかながら昇進もし、ドラムタップスを発表した。 ところが、ホイットマンは1865年6月30日付の解雇を通告されてしまう。新しく内務長官に就任した、前アイオワ州代表上院議員のジェームス・ハーランによる解雇であった。ハーランの解雇は、ほとんど自分の机に座っていない何人かの職員に、対してのものであったが、ホイットマンに関しては、草の葉1860年版を目にしたハーランが、 道徳的観点から解雇に及ぶ可能性もある。おコーナーの講義により、ホイットマンは、ジェイハブリー・アシュトンによって7月1日付で、法務長官事務局への移動となった。おコーナーの怒りはそれでも収まらず、ホイットマンの正当性を証明すべく、1866年1月、かなりの偏りと誇張を含む電気座、グッドグレーポエットを出版する。 この50セントの冊子の中でホイットマンは、ネッからの愛国者として擁護されており、ホイットマンのあだ名の由来となるとともに、彼の人気を高めることとなった。ホイットマンの人気を高めた、もう一つのきっかけが、死、アー船長、我が船長、の発表である、エイブラハムリンカーンに捧げられ、ホイットマンとしては、伝統的な形式で書かれた、このは、ホイットマンの生前に、 アンソロジーに収められた唯一の作品である。法務長官事務局でのホイットマンの仕事の一つは、大統領特赦を求める元連合国兵士の面接にあたることであった。後にホイットマンは、中には本当に面白い人々がいる。僕が変わんものが大好きなのは知っているだろうと記している。1866年8月。 草の葉の新しい版の準備のため一ヶ月の休暇を取ったが出版元探しが難航し出版は1867年にずれ込んだ彼はその当時はこれを決定版とするつもりであったようだ1868年2月ウィリアム・マイケル・ロセッティの力によりイギリスでウォルト・ホイットマン州が刊行された刊行に際してはいくつかの改変がなされ ホイットマンもしぶしぶながら了承している。この詩集は当地で人気の高いアンギルクリストの推薦を受けたこともあり、イギリスで人気となった。1871年には草の葉の新しい版が再び刊行された。同じ年にホイットマンが鉄道事故で死亡という語報が流れたこともあった。ホイットマンの国際的名声は高まっていたが、 本人は1872年1月までホーム、長官事務局に勤務した。1872年の大半は、関節炎に苦しむ80歳を迎えようとする、母の面倒を見るのに費やした。この年は旅行もし、6月26日には、ダートマス大学に招待され、学位授与式で講演を行った。1873年初頭、ホイットマンは、脳卒中に倒れた。 同年5月に母が亡くなり、この二つの困難が重なって、ホイットマンは、うつ状態に陥った。ニュージャージー州カムデンに移り、弟、ジョージのもとに、家賃と食費を払って滞在した後、1884年、ミクル通りに自宅を購入した。この頃、近所に住む、船長の夫を亡くした未亡人、メリー・オーケス・デービスと親しくなる。 1885年2月24日、彼女がホイットマンの家に移り、ただで住む代わりに家事の面倒を見ることとなる。メリーは彼女と共に猫と犬を各一匹、二羽のコキジバと一羽のカナリアなど多数の動物を連れてきた。この時期、1876年、1881年、及び1889年に草の葉の海底版を観光した。 1891年の年末にかけて、ホイットマンは草の葉の最終版を手がけた。この版は俗に臨終版と呼ばれている。海底塗造法を繰り返し、389編の詩を収める大詩集となっていた。作家本人は次のように記している。草の葉がついに完成した。33年間切り刻み続けて、私の人生のどんな時もどんな気分も、 天気のいい日も悪い日も、この地のあらゆる場所で、そして戦争と、平和、若さも老いも。死を目前にして、ホイットマンは、家型の加工岩性霊廟を4000ドルで注文し、建設中の現場をたびたび訪れた。死の前の週には、ナイフもフォークも持ち上げられないほど衰弱し、46時中、苦しい。安らぎもなく、逃げ場もない。痛みの単調、単調。 単調と記している。ホイットマンは1892年3月26日に没した。解剖により、気管支肺炎で、肺機能が通常の8分の1まで低下していたこと、そして胸にある卵ほどの大きさの脳溶がバら骨に浸潤していたことが明らかとなった。公式記録における死因は、左側6膜炎、右肺の消耗。 一般的な俗流結核及び重組織陣営であった。カムデンの自宅では遺体が公開され、3時間2000人を超える人が訪れ、オーク製のホイットマンの棺は手向けられた花や花で覆い尽くされほとんど見えないほどだった。死の4日後にカムデンのハーレイ墓地の墓所に葬られた。墓地でも公開の式が取り行われ、友人たちの当時や音楽の生演奏があり、 軽食が振る舞われた。この霊病には、後に、ホイットマンの両親、二人の兄弟とその家族が、合葬されている。ホイットマンは禁酒運動の賛同者で、ほとんどアルコールを口にしなかった。ある時には、30歳になるまで、強い酒は飲んだことがなかったと述べており、禁酒霊の施行を主張するときもあった。初期の長編作品の一つは、 1842年11月23日に出版した小説、フランクリン・エヴァンズ、または飲んだくれであり、禁酒運動小説であった。ホイットマンがこの小説を書いたのは、ワシントニアン運動、禁酒を助け合う、五助運動の最盛期であったが、この運動と同様、フランクリン・エヴァンズにも批判が多かった。後年、ホイットマンはこの本について、恥ずかしく思っていると述べ、 忌々しいタワゴトと呼んでいる。そして、酒に酔っ払った状態で、金のために3日間で書き上げたものだと言って、片付けている。しかしながら、他にも、狂人や短編の、ルーベンの際の願いなど禁酒を進める作品を、表している。ホイットマンは、草の葉1855年版の女に、詩人の証とは、詩人が国に自らを捧げるのと同じくらい深い。 愛情を持って国が彼を取り込んでくれるかだと述べている。ホイットマンは詩人と社会の間には書くことのできない共生関係があると信じていた。このようなありは僕自身の歌において全能的な一人称の語りを用いるとで特に強調されている。アメリカの女子詩として抜きんでた英雄を登場させる伝統的手法からそれて、普通の人のアイデンティティを帯びさせている。 草の葉はまた、当時のアメリカ合衆国において進行していた、都市化が大衆に与える影響も反映している。ホイットマンは、理心論に深く傾倒していた。特定の宗教が、他の宗教よりも重要だといった考えを否定し、すべての宗教を対等に扱った。僕自身の歌では、主要な宗教を一覧にし、そのべてを尊重し受け入れるという姿勢を示したし、この感覚は、 祖先と共に、で、さらにはっきりと示されている。この中で彼は、僕は、すべての理論、神話、神、半神を受け入れる、僕は古い語り、聖書、経図は、一つ残らず、真実だとみなすと記している。1874年、心霊主義運動のために詩を書くように依頼された、ホイットマンは、私にはほとんどただの、安っぽく、 荒っぽいペテンにしか見えないと答えている。ホイットマンは無信論者であり、すべての境界を認めたが、どれ一つとして信じていなかった。ホイットマンのセクシュアリティについては、まま異論も出されるものの、その詩の内容から両性愛者であったと判断されることが多い。異性愛者、同性愛者という概念は1868年に作り出されたものであり、ホイットマンが、 老年になるまで幅広くは認知されていなかった。ホイットマンの詩では愛や性をより土臭い、個人主義的な形で描いているが、これは性が医学的考察の対象となる1800年代後半よりも前のアメリカ文化では普通のことであった。草の葉はしばしばポルノ的だとか猥褻だと呼ばれはしたが、作家本人の性的行動を推測して言及している。 批評家はたった一人である。すなわち、1855年11月の表で、ルーファス・イルモット・グリスウルドは、ホイットマンは、キリスト教徒が口にしてはならないあの恐ろしい罪を犯しているのだろうと述べた。ホイットマンは、生涯を通じて、多くの男性と深い友情を結んでいた。一部の電気著者は、実際に男性との性的関係に及ぶことは、なかっただろうとしている。 その一方で手紙や日記などを引用して彼の友人関係の一部に性的な関係も含まれていたことを立証しようとしている著者もいる。電気著者デイビッド・エス・レイノルズはピーター・ドイルという男性をホイットマンの生涯の恋人の最有力候補として挙げている。ドイルはホイットマンが1866年頃に出会ったバスの車掌で数年間 離れないほど密接な関係であった。1895年に受けたインタビューの中でドイルは僕たちはすぐに親しくなった。僕は彼の膝に手を置いた。それで分かり合った。彼は終点で降りなかった。それどころかまたずっと僕と一緒に戻っていったと述べている。オスカー・ワイルドによるより直接的な間接的証言もある。ワイルドは1882年にアメリカで ホイットマンに会い、同性愛者権利の活動家、ジョージ・セッシル・アイブスへの手紙の中で、この偉大なアメリカの詩人の性的思考に疑いはないと記している。ウォルト・ホイットマンの接吻がまだ僕の唇に残っていると自慢もした。唯一残るホイットマンの性的行動の明示的な記述も間接的なものである。1924年、老教に入ったエドワード・カーペンターは、 若き頃のホイットマンとのエロティックな出会いをガビン・アーサーに語り、アーサーがこれを自身の日記に詳細に記している。ホイットマンは晩年に勝負の連作は同性愛的かと率直に聞かれた時に返答を避けている。ホイットマンに女性との性的関係があったという証拠もいくつかある。1862年の春にはエレン・グレというニューヨークの女優と ロマンティックな友情を交わしているが、性的な関係もあったのかは定かでない。何十年も後にカムデンへ引っ越した際に、彼女の写真をまだ持っており、彼女のことを、私の懐かしい恋人と呼んでいる。1890年8月21日付の手紙では、6人の子供がいる。二人は死んだと述べているが、この記述を裏付けるものは一つも発見されていない。裁判年には、 昔の恋人の話をたびたびし、ニューヨークヘラルドが見に掲載された、一度も恋愛をしたことがないという疑いを否定した。ホイットマンは、シェイクスピア別人説の支持者で、シェイクスピア作品の著者をストラトフォードアポン、エイボンのウィリアム・シェイクスピアに帰することに反対していた。1888年の11月の大の中で、シェイクスピアの劇作品について、 次のように述べている。ホイットマンは、アメリカ合衆国における奴隷制の維持に反対し、ウィルモット条項を支持していた。しかし、奴隷制廃止運動家、アボリショニストではなく、この運動には、駅よりも害が多いとみなしていた。ある時には、アボリショニストたちは、実際には、その過激主義と専門的な態度のために、目的の達成を遅らせている、と書いている。 彼の主な主張は、アボリショニストの方法は、民主的な手続きを阻害し、南部諸州の拒絶と同じように、国全体の利益よりも、自分たちの利益を優先させているというものであった。ホイットマンはまた、自由なアフリカ系アメリカ人であっても投票は、認めるべきでないという、当時後半に支持されていた見解を支持し、議会におけるアフリカ系議員の増加を有料していた。 ウォルト・ホイットマンはアメリカ最初の民主主義詩人と評されてきた。これはアメリカ的なものを並外れて描き出した彼の能力を表す肩書きである。ホイットマンのイギリス人の友人、メリー・スミス・ウィター・コステローは次のように書いている。ウォルト・ホイットマン抜きに草の葉抜きにアメリカを本当に理解することはできない。彼はあの文明を彼の言葉を借りるなら、 時代に即して描き出しており、歴史哲学の学徒は誰一人として彼、なしではやっていけない。モダニスト詩人のエズラ・パウンドはホイットマンを、アメリカの詩人、彼、が、アメリカだと呼んでいる。アンドリュー・カーネギーは、これまでのアメリカの偉大な詩人と呼んだ。ホイットマンの死に親しんでいたエドワード・ホッパーは、ホイットマンの影響を深く受けていたようだ。窓際に立つラフの作品群は、批評家。 ウォルター・ウェルズによれば、ホイットマン、とりわけ、議論を読んだ、私を待つ、女の影響を受けている、可能性が高い。文芸批評家、ハロルド・ブルームは、草の葉150周年記念版の解説の中で、あなたが、アメリカ人であれば、ウォルト・ホイットマンは、あなたの創造の父母である。たとえあなたが、私のように、死を、一行も書いたことがなくてもだ。 合衆国の世俗経典の候補として、相当な数の文学作品の名を挙げることができるだろう。メルヴィルのモービー・ディック、トウェインのハックルベリー・フィンの冒険、エマーソンの二つの随筆集と人生論。しかしこれらのどれ一つとして、エマーソンの作品ですら、草の葉の初版に比べたら脇に追いやられると述べている。ホイットマンは自分自身を死の世界における、 救世主的存在とみなしていた。他の人々もこれに同意している。ホイットマンの信奉者の一人、ウィリアム・スローン・ケネディは、ウォルト・ホイットマンの生誕を、今、キリストの生誕を祝っているように、祝うようになるだろうと推測している。ホイットマンの作品は、詩の形式の枠組みを打ち破り、三分的である。彼はまた、詩の中で、独創的なイメージやシンボルを用いている。例えば、 口たはや、わらたば、がなどである。地や性について明けっぴろげに書き、売春にも言及した。彼が自由史を始めたわけではないが、自由史の父と呼ばれることも多い。ホイットマンの放浪的な生活様式は、1950年代から60年代のビートジェネレーション及びその指導的立場にあった、アレン・ギンズバーグや、ジャック・ケルアックなどの作家たち、またアドリエンヌ・ヌリッチや、 ゲイリー・スナイダーなどの反戦詩人たちに受け継がれた。ホイットマンはまた、ドラキュラの著者ブラム・ストーカーにも影響を与え、ドラキュラ伯爵のモデルとなった。ストーカーの覚書によれば、ドラキュラは典型的な男性を代表しており、典型的な男性とは、ストーカーにとっては、ホイットマンであった。二人は、ホイットマンの島で所簡を交わしていた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。